感染が判明したのは18人で、祝日の影響もあり、前の週の同じ曜日より10人減少しています。亡くなった人や新たなクラスターの発表はありません。医療機関には6人が入院していて、重症はゼロ、中等症は1人です。四国の感染者は、愛媛が65人、香川が35人、 徳島が16人です。